はい、こんにちは。今日はいい天気ですね。新潟県の三笠温泉っていうところにこれから行きます。三笠っていうのはね、50の沢と書いて三笠と呼びます。ここもね、混浴温泉で、まあまあ地元では有名かな。東京方面ではね、どうかね、知ってる人は知ってるという花場的な温泉でございます。今ね、これはもうすぐあと3キロぐらいで三笠温泉に着きますね。こんな感じのね、佇まいのところにね、突如として温泉があるんですよ、ね、ちょっとね、不思議な感じがする温泉でございます。しかも混浴だからね。混浴ですよね。すごいよね。あそこに書いてある。イカザワっていうのかな。イカザワ温泉。はい。運転中だからね。向こう見なきゃね。危ないよね。今日はね、イカザワ温泉にこれから行くところであります。イカザワ温泉っていうのはね、混浴温泉でね。まあマニアっぽいところかな、ね、知る人ぞ知るっていうね。もうここにはね、わしはね、まあ多分5、6回来てるだろうね。ちょっと穴場的なところだからね、本当はね、教えたくないけどやむを得ないね。この温泉シリーズを始めた限りにおいてはやらざるを得ない、ね、皆さんにいいところを教えないと怒られる、ね、はい、もうすぐだよな。もうすぐだよ、確かな。村みたいなところにね、突如として温泉がね、あるんだよ、ね、え、超不思議なところだよ、ここね。あれかな、あのこんもりとした森が見えてきたな。多分あそこだよ。ああ、あそこだ、うん、ここだ。このね、森の入り口があれですね、目印ですね。はい、ここの森ね、あそこにほら出てきた、赤い字で三笠温泉ね。もうその前にガソリンスタンドがあるね、秀水がね。はい、こっから入りますね。秀水の前のこっから入りますね。そしたらちょっとしたね、うっそうとした杉林がありますんで、ここを抜けるとすごい、はい、三笠温泉湯本館、ひらがなで書いてありますね、湯本館ってね。はい、ここが湯本館三笠温泉でございます。お、車が3台ぐらいいるっていうことはお客さんがいるってことかな。はい、結構ね、いい旅館だよ。見てごらんね、ちゃんとした、ほら、大きな旅館だよね、一応ね。あ、車いっぱいいるじゃん。ねえ。はい。はい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 。じゃあ入りましょう。ね。とりあえず駐車して。はい。これが、温泉の、部分でございます。こっちがね、こっちが本館。こういう感じね。
ね。